This is going to be the first hour of Blue Protocol commentary list in case you guys weren't able to get into the beta. If you want me to upload more of these while I experience the game, make sure that you like this video and subscribe to the channel so I know that you guys want more of these videos. I'm also going to be covering the first raid boss when it comes up a little bit later on today, so you're not going to want to miss it. I'm going to be doing a ton of Blue Protocol edited content and guides and stuff for the game, but as I promised, this video is going to be commentary list, so I'm just going to quit talking and let you enjoy the rest.
ことが気づかなんだ。行け下僕よ、蹴散らしてしまえ。Thank you.
イマジンシードじゃな。なんじゃ、イマジンシードのことも忘れとるのか。これはなかなかに厄介な記憶喪失じゃな。よいか、イマジンシードとは、つまり意志の結晶じゃ。この星に生きるすべてのものが持つエングラム。これに強い意志が作用し、物質化したもの。それがイマジンシードじゃ。ここまでは良いな。イマジンシードは、持ち主のエングラムを注ぐことで、様々な力を引き出すことができる。まあ、持っていて損はないじゃろう。さてと、他に手がかりになりそうなものはあるか？そうか、仕方ない。一旦アステルリーズに戻るぞ。危険な場所に長いは無用じゃからな。どうかこの世界は。発見されたばかりの遺跡で出会うとは、相変わらず鼻が利くな、アジンのお嬢ちゃん。あやつはジェイク、アステルリーズの自称トップ冒険者じゃ。お褒めいただき恐悦至極、自称は余計だかね。残念じゃが、この遺跡はすでにわしらが踏破した。出遅れ組は帰れ帰れ。なんだって、中にいたモンスター。このわしの手にかかれば一瞬よ。事前調査ではそこそこ厄介だったはずだが、君が倒したのか、一人で。ゴー、そいつはすごい。この辺じゃ見ない顔だが、アステルリーズに来たばかりか。冒険者登録はまだしとらんが。なんじゃお主、口でも聞いてくれるのか。ああ、有能なやつはいつでも大歓迎だ。なあルフィ、冒険者登録をして依頼を受ける気があるなら、このジェイク様を頼ってくることをおすすめするぜ。いつでもウェルカムだ。俺は開拓局にいる。その気になったら訪ねる。じゃあ。相変わらずキザなやつじゃの。まあ、あやつがいるなら冒険者登録もすんなり行くじゃろ。少々うざったいが、あやつはアステルリーズにいる冒険者のまとめ役みたいなものなんじゃ。ここで会ったのは運が良かったかもしれん。お主、なかなかに持っておるの。良いか、自身の記憶も気になるじゃろうが、まずはお主が暮らしていく手段を整えねばならん。そのために何が必要か、ズバリ金じゃ。お主の腕があれば冒険者として稼いでいけるじゃろ。そのためには開拓局に登録せねばならん。それにあそこには情報が集まる。いずれお主の記憶につながる何かに出会うこともあるじゃろうて。そうと決まれば行動あるのみじゃ。早速ジェイクに会いに開拓局へ行くぞ。そうじゃ。
ここが開拓局。世界中の冒険者を支援する組織じゃ。というと堅苦しいが、まあ要するに仕事の紹介所みたいなものじゃ。お主も冒険者になればここで依頼を受けて稼げるようになるぞ。さて、はっ。
ようこそ。さて、この奥じゃな。手ごわい相手がおるやもしれぬが、恐れることはない。共に名を挙げようぞ。冒険者への道のりはあと少しじゃ。行くぞ。
まずは準備よ。焦っちゃダメ。ここは静かじゃな。何かあるかの。うむ、ここは静かじゃ。
お帰りなさい。
っす。
ます。うん。まあ。そうじゃ。もちろん。ありがとうよ。気をつけてな。いらっしゃい。イマジンのことなら任せな。
強気で。まずは準備を。
暇人のことなら任せな。いいわ。おかえりなさい。冒険の成果を見せてくれる？